ラビリンスライフ。行きたい場所を選んでください。行きたい場所を選ぶのです。ここに行くですか。行きたい場所を選んでください。設定を変えることができます。操作したい人もここから選べますよ。行きたい場所を選んでください。ダンジョンに入って新しい世界を冒険しましょう。攻略するダンジョンを選ぶですよ。どの子が挑戦するですか。最善を尽くそう。準備 OK。 温泉に入るのですよ。闇の力がほぐれる。闇の力もだいぶ癒されている。これで準備が整った。ダンジョンに行くですよ。準備はできたのです。マスター任せてください。一緒に頑張ろう。めっちゃちゃんもこの聖堂に来たみたいね。思った以上に攻略が早いじゃない。取り巻きが一緒だからかしら。つーかみんなはなんでイーコちゃんの味方ばっかりするわけ。前はジュリちゃんのファンだったくせに。プンプン、気に入らないからこの聖堂でも邪魔してやろうって。ちゃん最高。聖堂を迷路にしてやったわ。邪魔を見ろってね。これで簡単には進めないでしょう。マナもさっきよりいっぱい仕掛けておいたし、今度こそ恥かいてもらうわよ、いい子ちゃん。ここまで来て引き下がれるもんですか。絶対負けないからね。
順調でしょうか。あ、今から
から楽しみで我慢できません。わー、ありがとうございます。これでやっと桃の願いが。行きたい場所を選んでください。
るね。釣れたですよ。でっかい盾さんなのですよ。いいもの拾っちゃった。成長させたい方を選んでください。どれくらい使用しますか？この内容で始めて良いでしょうか？頑張れ、うん、ちょっとお昼寝。日差しに当たりすぎたかな。強くなれたかな。さすがです。成長させたい方を選んでください。誰を開発したいんだ？使う蜜の量を選べ。これで始めていいんだな。ふっ、ベルネ、決着をつけてやる。まだだ。まだ。終わらない。これで私のオーラも強く。まさか、ここまでやるとは。
が欲しいのさ。これでいいのさ。お買い上げありがとうなのさ。売るものがなくなったのさ。また後で来てほしいのさ。さて、何が欲しいのさ。いろいろ揃っているのさ。ゆっくり見ていってほしいのさ。成長させたい方を選んでください。蜜をどれくらい使用しますか。この内容で始めてよいでしょうか。じっくり見ていってね。もっと力を抜いて。一緒に踊ってくださらない。もっと力を抜いて。ああ、熱くなりすぎちゃったわ。なかなか楽しめたわね。まさかここまでやるとは。成長させたい方を選んでください。場所を選んでください。ダンジョンに入って新しい世界を冒険しましょう。攻略するダンジョンを選ぶですよ。どの子が挑戦するですか。よろしくね。決まり。温泉に入るのですよ。
皆に遅れを取るわけにはいかない。共にじゃんけんの練習をしよう。よし、いくよ。勝負だ。じゃんけん、はい。これが定めか。やったやった。次こそは必ず。いい勝負だった。また次も頼むぞ。やったね。変なものが釣れたですよ。ピチピチの下着さんなのですよ。行きたい皆さん、はい。持ってるロッカーに置いておくアイテムを整理しておくのです。行きたい場所を選んでください。行きたい場所を選ぶのです。ここに行くですか。いいものあるかな。これでいいかな。行きたい場所を選んでください。アイテム、みなさん、セット。行きたい場所、みなさん、アイテム、学、ダンジョンに入って新しい世界を冒険しましょう。攻略するダンジョンを選ぶですよ。どの子が挑戦するですか。よろしくね。温泉に入るのですよ。気持ちいい。さっぱりした。ダンジョンに行くですよ。準備はできたのです。レイちゃん、頑張ろうね。イエス、マイマスター。これで少しは楽になるかしら。パワーアップ。私も連れて行ってもらえないかしら。そう、残念だわ。まだまだ行くよ。
Thank you.
でも寄ってみるのさ。おやおや、よく来たのさ。えいっ、ちょっと、えいっ、とう、やっ、えいっ、えいっ、やっ、えいっ、またいつでも寄ってみるのさ。私の力を欲するか。受けよ、蛇王炎類拳。黒き竜の力を受けよ、蛇王炎類拳。はあ、ちょっと、これは。
私の力を欲するか。やっ、えいっ、ちょっと、はぁ、えいっ、レベルアップだ。
私の力を。はあ？やっ！闇の力が強まっていく。はあ？はあ？これほどと。そのじゃんけんを使って最後の希望を託しな。
行くぞ。さあ、勝負だ。じゃんけん。バイ。そんなバカな。これが私の力だ。私に勝つとは、なかなかの腕だ。きれいに育ってね。
麗に育ってね。愛されたかな。なかなか難しいですわね。よろしければ私と練習などどうかしら。よし、行くよ。いざ。じゃんけん。はい。なかなかやりますわね。次は勝ってみせますわよ。感謝いたしますわ。やったね。いいもの拾っちゃった。行きたい場所を選ぶのです。ここに行くですか。あるかな。これでいいかな。行きたい場所を選ぶのです。ここに行くですか。成長させたい方を選んでください。いつもどれくらい使用しますか。この内容で始めて良いでしょうか。頑張るよ。ちょっとお昼寝。日差しに当たりすぎたかな。強くなれたかな。さすがです。成長させたい方を選んでください。蜜をどれくらい使用しますか。この内容で始めて良いでしょうか。ちょっとお昼寝。風が日差しに当たりすぎたかな。強くなれたかな。さすがです。成
成長させたい方を選んでください。いつもどれくらい使用しますか？この内容で始めてよいでしょうか？今日も必殺技の研究を始める。この感覚はいけるぞ。これで私のオーラも強く。さすがです。成長させたい方を選んでください。行きたい場所を選ぶのです。ここに行くですか？行きたい場所を選んでください。ダンジョンに入って新しい世界を冒険しましょう。攻略するダンジョンを選ぶですよ。どの子が挑戦するですか？我に任せよ。頑張っちゃうよ。温泉に入るのですよ。闇の力がほぐれる。これで準備が整った。ダンジョンに行くですよ。準備はできたのです。 OK ならレッツゴー。マスター、任せてください。一緒に頑張ろう、ルーちゃん。その身で悟れ、誘惑天呪殺。
私の波動は止められん。これは。これは。よろしければこちらを差し上げますわ。よろしければ私とご一緒しませんこと？わかりましたわ。別々に進みましょう。
その身で悟れ。誘爆天呪殺。はあ、見えた。はあ、はあ。お、胸が。その身で悟れ。誘爆天呪殺。やっ、はあ、はあ、やっ、はあ。やっ、えい。闇の力が強まっていく。ふん。これは任せて。なになに。私の力を欲するか。やっ、やっ。その身で悟れ。誘爆天呪殺。はあ、やっ、見えた。私の波動は止められん。私の力を欲するか。Thank you.
やおや、よく来たのさ。トン！やっ！えい！買うとこの値段になるのさ。ありがとうなのさ。床に置かれたアイテムならこの値段で買い取るのさ。ありがとうなのさ。またいつでも寄ってみるのさ。も寄ってみるのさ。えい！遅いよ！えい！えい！やっ！わー！え？うへー！なになに？まだ…まだ…はあ！やっ！えい！
私の力を欲するか、その身で悟れ。誘爆天呪殺やっはぁ、これ以上大きくなるのは。私の力を、やっ遅いよ。やっはぁ、闇の力が。ほぐれる。これで準備が整った。やっやっやっはあ、はあ、はあ、やっレベルアップだ。その身で悟れ。誘爆天呪殺見えた。やっやっはぁ、見えた。レベルアップだ。見えた見えた。Thank you.
しまった。強まっていく。やっ！やっ！やっ！しまった！何？闇の力がほぐれる。これで準備が整った。何にしようか。売ってしまおうか。これで問題ないか。売却完了だ。これで問題ないか。売却完了だ。これで問題ないか。これで問題ないか。売却完了だ。売れそうなものがないぞ。売ってしまおうか。何にしようか。どれにするべきか。何にしようか。
はぁ、これほどと。闇の力がほぐれる。これで準備が整った。強まっていく。はあ、はあ、ふん、私の歌を聴くがいい。絶好調ね。パワーアップ。その身で悟れ、誘惑天呪殺。その身で悟れ、誘惑天呪殺。はあ、やっやっやっ、はあ、はあ、はあ、やっ。レベルアップだ。ふん、なんだと、なんだと、これはしまった。しまった。いいだろう、私の歌を聴くがいい。
これは必ず見つけ出してみせるの。しまった。ねえ、よかったら私とじゃんけんしましょう。行くぞ。勝負よ。じゃんけん。はい。いい勝負だったわね。まあいい。次は勝たせてもらうわよ。またじゃんけんしましょうね。私も連れて行ってもらえないかしら。そう、残念だわ。しまった。何？任せて。私の力をほっ。はあ？しまった。こいつ滑るぞ。
床に置かれたアイテムならこの値段で買い取るのさ。ありがとうナノさ。はあ、ガー、ちょっとやっと、ガー、ちょっとはあ、えいやっレベルアップだ。店にあったアイテムを買うとこの値段になるのさ。ありがとうナノさ。またいつでも寄ってみるのさ。アイリナ、これで元気いっぱいだろ。Thank you.
けたんだ。冒険の役に立つかな。一緒に行きたいな。わかったよ。また今度ね。竜の力を受けよ。蛇王炎雷拳。やっ、見えた。やっ、黒き竜の力を受けよ。蛇王炎雷拳。なるのは、はあ、ふん、ふん、やっ、やっ、レベルアップだ。やっ、はあ、やっ、だと、なんと、やっ、はあ、えい、はっ、やっ、いいだろう。あたしの歌を聴くがいい。力が湧いてきますわ。パワーアップ。おさん、憧れてた夢の世界は今抱きしめたいんだ。繋がってたいんだ。暗闇の中に光る。よろしければこちらを差し上げますわ。よろしければ私とご一緒しませんこと。わかりましたわ。別々に進みましょう。
水瀬さん、やっと追いついたよ。あんなにたくさん罠を仕掛けたのに、なんで簡単に抜けてこられるのよ。信じらんない。簡単じゃなかったよ。進むたびに罠にはまって大変でした。当然マスターはケロッとしていたがな。むしろいろいろな罠があることを楽しんでいましたわね。超ポジティブ。ある意味無敵よね、ひなたちゃんって。もういい。こうなったらジュリちゃん自らあなたを倒すんだから。水瀬さんとはいろいろあったけど、今は言葉を交わすより思いっきり戦った方がすっきりしそうだね。よし、相手になるよ。余裕ぶってんじゃないわよ。絶対泣かす。その身で悟れ、誘惑天呪殺。やっ、黒き竜の力を受けよ。蛇王炎類拳。竜の力を受けよ。蛇王炎類拳。こんなの嘘よ。私の波動は止められん。どうして勝てないのよ。それになんで、なんでみんなそいつの味方をするの。天炎を台無しにした犯人なのに。ジュリちゃん、本当はもう分かってるんでしょ？犯人はひなたちゃんじゃないって。大庭園があんなことになって一番悲しかったのはあなたよね。だからついあんなこと言っちゃって後には引けなくなっちゃったんでしょ？でも意地を張るのはもうおしまい。みんなにごめんなさいしましょう。水瀬さん強いね。油断したらやられてたよ。あなたが仲間になってくれたらすごく頼もしいな。庭園が枯れた原因もきっと見つけられると思う。それでさ、庭園が復活したら水瀬さんのコンサート私も見たい。あんなに一生懸命練習してたんだもん。きっと最高のコンサートになるよ。当たり前でしょ。ジュリちゃんのコンサートはいつだって最高なのよ。そっか、じゃあ楽しみにしてる。ほんとムカつく。やっぱりあなたのこと絶対泣かす。ジュリちゃん、だから特等席でいなさいよ。ん？コンサート特等席で見ろってんの。そこで今度こそ泣かす。あなたの顔を感動の涙でぐっちゃぐっちゃにしてやるんだから。うん。その前にジュリちゃん、今までいろいろ意地悪しちゃってごめんなさい。いいよ、これからは一緒に頑張ろうね、ジュリちゃん。これはそのじゃんけんで私といいことしようぜ。
行くぞ。私に勝てるか？じゃんけん、バイ！そんなバカな。これが私の力だ。やるじゃないか。さあ、次に進むぞ。結局、レッカの聖堂では強いモンスターさんは見つからなかったね。そうね、精霊さんが倒してくれたのかしら。どうしました、マスター。うん、大庭園の花、だいぶ元通りになってきたなと思って。このまま行けばジュリちゃんのコンサートも開催できそうだね。できそうじゃなくて絶対するの。おい、お前ら静かにしろ。今クローラ様がお昼寝されているところです。ふふふ、とっても可愛らしいのです。庭園が花でいっぱいになったから安心してくれたのかな。あら、フローラ様、お目覚めになられました？どうしたの？震えてるみたいだけど。怖い夢見たの。レッカの聖堂でお花がすごく苦しんでる。闇の力で邪悪な姿に変えられてく夢。レッカの聖堂って今探索してきたところだよね。どうします？もう一度様子を見に行ってみましょうか。取れたかな。
綺麗に育ってね。やったね。お姉ちゃん、虫さんがいっぱいなの。やった。お姉ちゃんのこと大好き。お姉ちゃんたちのおかげなの。ありがとう。取れたかな。
させたい方を選んでください。いつもどれくらい使用しますか？よい、今日も必殺技の研究を始める。この感覚はいけるぞ。これで私のオーラも強く。さすがです。成長させたい方を選んでください。ラビリンスライフ